俺の力で。
面倒ね。まあいいわ。テントバトル、俺に続け。諦め。シンクロス。おお。いや。止め。燃えてなくなれ。気をつけて、来るよ。グーだよ。から撃って出るぞ。燃えてなくなれ。シンクロするわ。燃えてなくなれ。おお、そこだ。止め。さっさとして。気圧当たり。銃だよ。やるわね。任せてくれ。やってみせる。ギリギリまで粘るの。補足して最後まで任せるよ。この歌はお休みなさい。やるわ。面倒ね。まあいいわ。テントバトル、俺に続け。チャッピア。シンクロするわ。燃えてなくなれ。発見を。よっしゃ、来るよ。どこ。シューだよ。どこ。まっ、出るよ。こちらから撃って出るぞ。さっさとして。燃えろ燃えろ。グーだよ。任せてくれ。やってみせる。全力で行く。なれなれ。シンクロするわ。ふっ。倒せるな。開けて弾けろ。さすが。やるぜ。聞いてください、私の思い。テントバトル、俺に続け。さあ、やった。心を重ねます。燃えてなくなれ。燃えてなくなれ。待って、きっと。気をつけて、来るよ。わかってるよ。やるわね。任せてくれ。やってみせる。おお、待って、きっと。シンクロする。補足した。逃がさん。ギリギリまで粘るのよ。持たせるよ。倒せるな。全力です。やあ。
同盟、まあいいわ。よし、やったろうじゃない。心の準備はいいかしら。そう、それじゃ行くわよ。私の思いを守ってみせる。落ち着いて。シンクロするわ。おお、おとなしくなれたよね。おお、あとはトップスタイル狙い通りよ。おお、気をつけて、来るよ。やるわ。この勝負、いただくわよ。狙い通りよ。シンクロするわ。全力でいく。見惚れてると怪我するよ。終わらせる。あ
激しくいくわよ。捕捉した。ミッツ、いい調子よ。力が生まれるの。気をつけて、来るよ。任せるよ。やってみせる。おお、逃がさないか。それ、スピードランなんだよ。ちょっと激しくいくわよ。邪魔をするな。気をつけて、来るよ。さあ、出るよ。そこそこ、任せてくれ。やってみせる。汚れてると困ってるよ。そこで粘れます。激しくいくわよ。持たせるよ。燃えてなくなれ。激しくいくわよ。気をつけて、来るよ。走らず、やってみせる。スピーダーランチなんだよ。癒しの響きよ。私好みの暴発に、私全力です。やあ、やるわね。ソニア、ソニア、どうして、どうしてこんなことに。このぬいぐるみ、何か文字が縫ってあるよ。お疲れ様、世界は変わる。なんだこれは。親玉からのメッセージじゃない、私たちへ向けての。親玉？適当に言っただけよ。あまり真に受けないで。違うかもしれないし。などない。あんたは死ねば終われるかもしれないけど、私はどうなるの。あなたのことをずっとずっと好きだった私はどうなるの。ジェスターは私のこと嫌いなの。アマリエは妹としてしか見ることができない。だが僕の大切な人の一人だ。ならどうして。
して私を一人にしようとするの？どうしてあなたの大切な人を一人にしようとするのよ。チェスター、俺からも頼む。俺たちにはあんたの知識と協力が必要なんだ。まだ終わってない。ソニアさんや IPD を助けるためにまだできることはあるはず。俺、今回のことで初めて実感した。クローシェ様やココナが倒れているのを見たとき、自分の子供に IPD が発症してしまったときの親の気持ち、自分の大切な人に IPD が発症した人の気持ち、そういうわけにはいかないんだ。 IPD に感染したレイバーテイルがどれほど危険か、あなたも十分承知しているだろう。分かってます。でもこの子は私の大切な娘なんです。気持ちはわかるけど、今回もこの子一人で3棟倒壊、死者5名を出したんだ。仕方ないことなんだよ。護送してくれ。それを俺は隔離し続けた。俺は何百人何千人もの人の心に消せない傷を作ってきた。俺にどれだけのことができるかはわからない。でもこのまま逃げたくはない。俺にはこんなこと言う資格はないかもしれない。でも今回の件で俺は大切な人を失う気持ちがわかったから、だから頼む。どんなことでもいい。チェスターの持っている知識で協力してくれ。あなたが今ソニアさんのことでとても辛い思いをしていることは分かってる。でもそれと同じ痛みを俺や世界中の人が今味わっているんだ。だから頼む。あなたにこの世界を思う気持ちがあるのなら協力してくれ。クローシェ様、ココナや IPD たちを助けたい。正直言えば、僕にとってハイバネーションはソニアのためにやっていたようなものです。どういうこと？だが今の状態を見れば見るほど僕は罪深い。これほどの状況、今さら何をやっても罪や傷は癒せないかもしれません。でもそんな僕でもよければ今できることはしましょう。ありがとう、助かるよ。本当はこのことを誰かに話すのは契約違反です。神に殺されても文句は言えません。ですがたとえ神に殺されたとしても、今の自殺のツケだと思えばいいでしょう。インフェルピアは我々の想像を超越した様々なシステムを常時走らせています。その一つにインフェルピラが破壊された時、元の状態に復元するための機能、インプラントというシステムがあります。そしてそれを実行制御するインプラントという歌が存在します。歌？ヒュムノスのことか。はい、その歌を歌えば初期化する前のデータを復元できるはずです。それはすなわち全 IPD が元の状態に戻るということになります。バックアップデータを復元するという理屈で合っているかしら？はい、その通りです。で、そのヒュムネクリスタルのありかは？ヒュムネクリスタル、インプラントはカナカナ特定の中に。ですがカナカナ特定のどこに保管されているかなどは。いや大丈夫、そこまで教えてもらえただけで十分だ。
そうですか。お役に立てて幸いです。本当は僕も一緒に向かうのが一番いいのでしょうが。いえ、あなたはここにソニアさんのそばにいてあげてください。すまない、ありがとう。あなたたちが作り出そうとしている未来を。ジェスター、ありがとう。どうだフレリア、少しは気分良くなったか。うん。ねえ、シュンちゃんってもしかしてエンちゃん？なぜわかった？エンちゃんのくせ、私を心配して言ってくれるとき、いつも遠くを見て言うんだもん。やっぱりエンちゃんだったんだ。その名はよせ、今はシュンだ。うん、ありがとうシュンちゃん。なんかすごく懐かしい気持ちになっちゃった。もう懐かしいとかいうレベルの年月じゃないだろう。そうだね。フレリア、大丈夫か？頭が重いのか。うん、体全体が力が入らない。なんかね、心の中を誰かにまさぐられている感じ。なんだと？どうした？コンタクターリング、ベイノイエリアの感覚がなくなった。ベイノイ、カナカナ特定のある場所だな。そう、私が先日までずっと眠っていた場所。まさか外部からの侵入か。いや、そんなバカなことはありえない。シュンちゃん。ああ、すまん。行こうフレディア。